カンニバルコープスはアメリカ合衆国出身のデスメタルバインド。フロリダ産デスメタルシーンの主力として活動するグループの一つ。結成以来、一貫したスタイルを保ち続けている。最初期はサフォーケーション、マルボレントクリエーションらと共にニューヨークを中心に活動。フロリダ州タンパイ活動の場を移してからは、デス、モービットエンジル、オビチュアリー、ディーサイドラと共に 1990年代初頭のアメリカデスメタルシーンの創世期を支え、世界中のデスメタルバンドに影響を賜えた。また彼らがアレコーディングに使用したフロリダ州タンパの森サウンドレコーディングとそこを拠点に活躍していた、プロデューサーのスコット・バーンスが作り出すサウンドは、世界中のデスメタルバンドの憧れになり、世界中から次々とデスメタルバンドが録音に訪れるようになった。 どこまでもデスメタル的な音楽を貫き通す音楽生、クリス・バーンズの非人間的なデスボイスは多くの客を虜にした。現在は公認のジョージ・フィッシャーが歌唱を務めている。クロテスクな表紙も人気の一つであり、デ道以来一貫してアメリカ人漫画家、イラストレーターのビンス・ロックが担当しており、バンドロコのデザインも彼によるものである。 その絵の作風ゆえに中には発売禁止になったアルバムも存在する。そのため、合衆国では、彼らの CD の多くは検閲バージョンと検閲なしバージョンの2種類が流通している。合衆国市場では検閲バージョンの流通が主流だが、日本版のジャケットは基本的に検閲なしバージョンを採択している。ただし、2004年発売の レチットスポーンは検閲バージョンが採用された。また、カンニバルコープスは、ジムキャリー主演の映画、エースベンチュラに仮名を出演している。2018年12月、ギタリストのパッド・オブ・ライエンが強盗を及び警察にナイフを向けて襲撃したとして、公務執行妨害により逮捕される。代役として、ヘイト・エターナルのエリック・ルータンがサポートとして参加するようになる。しかし、 2021年2月初旬に、オブライエンに代わり、ルータンが正式メンバーとして加入することが発表された。パッド・オブライエン2018年、ありがとうございます。